こらうろつっとってんか悪い。なぐもか。何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわ。おい、ユタ、踊れ。頭に向かって偉そうな口聞きよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソ下等が。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。面倒なのに関わっちまったな。あ、噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか。なんだ。桐生さん、野球できます？うん、まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨夜から世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか。うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。さん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ探さないといけないのにね、邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。かえってハルカのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど。なら行きましょう。球場まで案内する。ああ、頼む。おう、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しよったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。飯野くん、あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがにこいつの肩持つことないんじゃないの？飯野くんには関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど
あんまり頑張りすぎんでえわ。わしら気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、桐生さん。ん？面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に狭え町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも平気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思えや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないすか。さあ、みんな待ってますから。ああ、今日の試合は荒れそうじゃの。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃけ。それにの、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。何かあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。